お帰りなさいです、パパ。2階にいます。呼んできますか？キリトいる？え、いた。ねえキリト、面白いところ見つけたんだけどさ、ちょっと付き合ってよ。多分まだ私しか知らないダンジョン、情報屋さんに聞いても知らなかったし、ちょっと中に入って確かめたんだけど、宝箱もたくさんあったから多分間違いない。敵も弱かったし、私とキリトなら超余裕で攻略できると思うよ。砂漠のエリアで。パパ、ママがいない間に浮気ですか？旅の開放感から大胆な行動に出る可能性がないと言い切れますか？私が教えた。二人っきりの旅行は何が起こってもおかしくないデンジャラス体験だって。私は別に冗談のつもりはないんだけどな。パパ、私がママの代わりにダンジョンについていきます。私はキリトと二人っきりが良かったんだけどな。ダメです。チェ、見張り付きか。パパ、ありがとうです。はいです。やった、レアアイテムゲット。ここってボーナスダンジョンなのかな。モンスターは弱いのにレアアイテムが出るなんていいところだね。ゆいちゃんは大丈夫だったかな。もちろん大丈夫です。パパが守ってくれましたから。強いパパだね、キリトは。キリト、なんかすっごく砂まみれになっちゃったからさ、途中にあった泉に寄っていい？水浴びしたい。パパ、ストレアさんと一緒に水浴びなんて許しません。
いいじゃない。ゆいちゃんも一緒に水浴びしようよ。全身砂まみれでしょ。そんなんじゃパパに抱っこしてもらえないぞ。え、そうでしょうか。パパに抱っこしてもらえないですか。それじゃあキリタは砂まみれになっちゃうね。私も水浴びしたいです。パパの前では綺麗でいた方がいいってママも言ってました。決定だね。じゃあ早速出発。びっくりさせちゃった。水がすっごく冷たくてさ。ごめんなさい。ねえねえ、そういうの面倒だからさ、キリタも一緒に水浴びしようよ。ストレアさんばっかり見てちゃダメですよ。それは浮気です。ゆいちゃん、それは難しいんだ。キリトも男の子だからね。女の子の裸を見たくなっちゃうんだよ。私だって女の子です。パパ、見るなら私を見てください。そういうことじゃないんだな。ゆいちゃんももう少し大きくなったらわかるかもしれないけど。パパ、もっとこっちに来てください。キリトは私と一緒にいたいよね。ほらほらほら、背中流してあげるから。こっちです。キリトは私の方がいいんだよね。パパ。キリト。おかえり、キリト君。どうしたの？なんだかすごく疲れてる顔してるけど。そんなに大変なクエストだったの？はい、パパと一緒ですごく楽しかったです。そうなんだ、それは良かったね、ゆいちゃん。はい。でもパパ、やっぱりああいうことはママと一緒じゃないとダメですよ。
え？どうして私の名前を？キリトさん、どこかでお会いしたような気はするんですが、ごめんなさい、私昔のことをよく覚えていないので。ばかりなのにすごく安心できるというか。はい、わかりました、キリト。私にはやるべきことがあるはずなんですけど、でもなぜかそれが思い出せなくて。いえ、そうではありません。でも思い出せないんです。ありがとうございます、キリト。でも私はここにいます。ここで自分のやるべきことを思い出したいんです。しました、キリト。すごく寂しそうな顔をしています。キリトと話をしているのはとても楽しいけど、キリトにもやるべきことがあるのでしょ。私はずっとここにいます。だからキリトは自分のやるべきことをやってください。はい、待っています。キリトと一緒にいると楽しいから。はい、気をつけていってらっしゃい、キリト。
くれたんですね。うん、でも来てくれたらやっぱり嬉しいです。どうしてだろう。キリト？そうですか。わかった。じゃあやめるね。キリトは昔の私を知ってるんだよね。私たちどんな関係だったの？月夜の黒猫。そうだったかもしれない。ごめん、やっぱりはっきりとは思い出せないみたい。月夜の黒猫って言葉には確かに覚えがあるんだけど、でも現実世界か。キリトに言われるまでそんなものがあることも忘れてた。おかしいよね。まるで最初から SAO の世界にいるような、そんな気がしてたみたい。そっか、キリトも同じなんだ。なんだかそれってすごく嬉しい。もしかして私とキリトは現実世界でも知り合いだったのかな。そっか、ちょっと残念だな。ぼんやりとだけど、私戦わないといけないの。うん。どうしたの、キリト？うん、私を心配してくれたんだよね。私は戦わないといけないの。その理由はまだよく思い出せないけれど、でもこれは逃げたらいけないことなんだ。キリト、どうしたの？顔が真っ青だよ。ありがとう、キリト。私もなんとなくこの辺りのモンスターは強いなって知ってるよ。でもこれは私が自分でやらないといけないことだから。うん、ごめんね。キリトも？嬉しい。キリトがいてくれたら百人力だよね。ストップ、キリト。キリトが私のことを思ってくれてるのはすっごくわかる。ありがとう、キリト。今はその気持ちだけで十分だよ。もし話があるなら、それは戦いが終わってからにしよう。
私も準備しておくね。キリトに迷惑をかけないように。うん、待ってるね。いらっしゃい、キリト。準備は整ったの？うん。キリトにはたくさん心配かけちゃってるね。この前キリトと話をしてからまた考えてみたの。でもやっぱり私は戦わないといけないって分かった。じゃないとまだはっきりとは分からないんだけど、全部戦えば分かると思うから。うん、分かった。大空洞の中、そこへ行きたいんだ。It's a human effigy.